さあこんにちは、マーティン。で、あの、ミラクーボーイ、キングタイです。こんばんは、マーティンですね。はい。ニンテンドースイッチ、なんと2022年、夏発売予定の、あの、スプラトゥーン。これ、すごいですね。はい。他にも、スポーツ登場。あとは、は発売決定した、ゼノブレイドスリー。ですね。はい。他にも、満載でございます。ニンテンドースイッチのスポーツ、バレーボール、バドミントン。私の得意なボウリング、サッカー、チャンバラ、テニスなど、いろいろですね。はい。 あとは、マリオストライカーバトルリーグもいいですね。スーマファビココンで生まれたライブアライブ。あとは、風化雪月。あとは、まあ、クロノスクロス。あとは、まあ、太鼓立志伝。これ、歴史スイッチで復活。春行きレッドロチカ。あと、春行きレッドロチカですね。風のクロノア。あとは、太鼓の達人、ドンタフルフェスティバーを。あとは、フロントミッションもいいですね。はい、リメイクして。ループエイト。あとは、 まあ、共同戦線、バトルアライアス、アンスですね。これも発売が満載、まあ。他にも星のカービィ。カービィは本当に楽しい 3D の世界で体験。カービィさんいろいろありますが、吸い込み、吐き出し、頬張り変形、頬張りリング、これ必殺技です。コピー能力本当にすごい。ドリル、レンジャー、トーネル、ニードル、フォーム、冒険のファイヤー、ドラゴニックファイヤー、 ピコピコハンマーなどいろいろ、カービィがいろいろ変形しちゃうんです。これも面白くて街づくりもすごい。いつでも二人でプレイできちゃうんです。星のカービィもあれいいですね。はい。あと、ドュエマもいいですね、ドュエマも。うん。ぜひ遊んでみたいかいですか。というわけで、任天堂 t e n d Switch 2022年夏の最新情報でした。バイバイ。